T と T の後輩と3人で夜お寿司来たんですけど、まさかの私がちょっと匂いでお店に入れないということで車で待っています。ここまで来ると気持ちだと思うんですよね。いけるって思って入らないと勝てない気がしてて、でもここで吐くわけにはいかないなっていうその気持ちが戦ってるんですね、頭の中で。辛い。まあね、お寿司屋さん来ても食べれるもの限られるんですけど、割とそれでも行きたかったなっていう気持ちでついて行ったんですけど、今日はダメでした。なんでなのかな。この前はそんな感じでお店の入り口で一回立ち止まっちゃったんですよ。外食しようとした時にずっとティッシュで口を押さえながら入って、3分ぐらい経ったら大丈夫になったんですよ。きっと中まで入っちゃえばいけるんですけど、なんとかして入るまでが時間かかるというか、本当にうんざり。いいなアイスが食べたかったな。私は3日間お留守番です。ちょっと不安なとこもあったんですけど、なんとか今日3日目の夜を無事過ごしております。これはスーパーで前に買ってたそうめんとかまぼこを食べてます。お昼はハンバーガーを食べました。ケンタッキーの和風チキンカツサンドを食べました。つわりの症状的にはまあ、ちょっと軽くなってるなっていう感じはしてて、ただよだれとか痰とかは相変わらず出てるなって感じです。でさっき2日ぶりにお風呂も入って髪の毛も洗いました。さっぱり。あのまつげサロンとか美容室に行けてなくて、なんとなくこうテンションが下がるというか、何かしら自分にやってあげたいなっていう気持ちがあって、本当に久しぶりに自分でネイルをしました。白っぽいピンクのカラーでめっちゃ可愛くない？でなんか無性に酸っぱいものが食べたくて、これよっちゃんイカの丸ごと1本のスイカのやつをアマゾンで買いました。であとよっちゃんイカ、よくコンビニとかで売ってる駄菓子の小分けのよっちゃんイカを買ったんですよ。それも私最初7袋だと思って買ったんですけど、なんと7袋かける10っていうことで、なんかこんぐらい大量に届きました。こんないっぱいのよっちゃんイカが今あります、家に。もしかしたら喋ってる方が楽かもしれないっていうことに気づいて、ここ1週間ぐらいツイキャスを始めて、ツイキャスでみんなとちょっと会話して話すのが最近の癒しというか、なんか心が落ち着くというか助かってます。最近はこのかまぼこをわさび醤油で食べるのにハマってて、本当に美味しくてどんどん食べれる。うん、うまっ。まこでした。バイバイ。今日は久しぶりに、本当に久しぶりに外出しました。あの紫陽花の里っていうところに行ってきたんですけど、めちゃくちゃ紫陽花が綺麗で、公園なのかな、結構広くて30分40分ぐらいはゆっくり歩きながら回ってきたんですけど、もう今本当にヘトヘトで
なんか久しぶりに外出できて嬉しいっていう気持ちと、ちょっと体力こんなになくなりすぎてて、今後私って生きていけんのかなっていう、これから大丈夫なのかなっていう心配もちょっとあります。相変わらずよだれも痰も止まらないし、今日のお出かけする午前中とかも私体調最初はあんま良くなくて、今日の予定としてはお昼ご飯ちょっと家で食べてから、あの私のコンタクトをねお店に取りに行ったんですよ。でそれでまあ大体30分1時間ぐらいかな。でその後にコメダコーヒーでテイクアウトしたやつを車の中で食べてたんですけど、結構その食べるまでもなんか気持ち悪くなっちゃってそれでなんかね、やばい吐きそうってなった時にパニックっぽくなっちゃうっていうのがちょっとだけあって、なんか動悸が早くなるじゃないけど、なんかやばいやばいやばいっていうのを心が察知して、血の気が引くじゃないけどそういう風になったりしちゃうんですよ。まあでも30分ぐらい経ったら良くなって、その後好きなカフェがあるんですけど、そこのクレープ食べてそのままアジサイの里に向かいました。うん、だから今日は結構私の一日にしてはすごく上出来だった一日かなと思います。いろいろ見れたし動けたし、うん、良かったです。とにかく今背中の痛みもちょっとずつ良くなってて、今日はね痛み止め飲んでから出たんですけど、そのおかげもあってか今はちょっと痛いぐらい、前みたいな激痛が走ることはほぼほぼなくなりました。なのでひとまず安心というか良かったです。はい、こんな感じです。